セレッソ大阪の元日本代表 MF 香川真司、33、が古巣復帰後、リーグ戦初先発で初ゴールを挙げた。開幕4戦目でこれが C 大阪の今季初勝利。自らの活躍で小菊昭雄監督、47、に白星を送った。師弟の絆がある二人にとっては、特別な一日となった。香川は試合後、小菊監督と言葉を交わしていた。その内容を聞かれると、それは、監督との間のことなんで、と明かさなかった。高校2年だった6年1月、香川は C 大阪とプロ契約を結んだ。才能を見出してくれたのが、当時スカウトだった小菊監督、21歳でドルトムントに移籍した10年も、スペイン2部サラゴサに移籍したが、怪我で満足なプレーできなかった19から21年も、いつも相談に乗り、支えてくれたのが、C 大阪でコーチや強化部スタッフを歴任していた小菊監督だった。新トトロイデン所属だった昨年4月、オフで一時帰国した際、香川は小菊監督を頼りに C 大阪の練習に特別参加した。その時、二人の食事の席で、小菊監督から、那監督とは、という問いかけをされた。当時の同監督は前年8月にコーチから昇格し、まだ8ヶ月。プロ選手の経験のない異例の指揮官は、選手との接し方に試行錯誤する毎日だった。香川が挙げた具体例は、ドルトムント時代のユルゲン・クロップ監督や、マンチェスター・U 時代のアレックス・ファーガソン監督だった。那監督に共通して言えるのは、厳しさ、怖さ、冷酷さがある中で、温かさ、優しさがあります。いろんな意味で、懐の深さがあります。選手が一番必要とするタイミングで、監督が必要な言葉で話しかけてくれるんです。そんな香川の言葉に、小菊監督は、真司は、僕にも、何かを伝えたいという思いがあったのかもしれない、と、当時の取材で心境を明かしている。二人が信頼関係を築いて17年以上が経ち、今季から初めて選手と監督の立場になった。今回の J リーグ復帰に際し、香川は、小菊さんとは、選手と監督で、それ以上、の関係で、はない、と断言し、小菊監督も同様の言葉を残した。個人的な感情は持ち込まない、という意思表示だった。ただ二人の根底に流れるものは、師弟という言葉だけで片付けられない信頼関係がある。欧州から12年半ぶりに C 大阪に復帰した決定打は、小菊監督が C 大阪を率いていたからだ。この日、香川の活躍で小菊セレッソが今季初勝利を挙げたのも、一つのドラマだった。試合後の会見で小菊監督は、香川の得点場面を聞かれ、昨年の強みだった前からのプレスでボールを奪い、全員で決めたゴール、と強調した。チームへの配慮を欠かさない人柄が出たコメントだった。C 大阪は今季、カップ戦を含めたタイトル獲得に全力を挙げる。その中で香川と小菊監督が、どう挑んでいくか？大河ドラマのような物語は、まだまだ続いていく、横田和幸。